いや無理やったらこっちでこう言っていい。18歳はめっちゃあっという間に過ぎていて、生誕祭をさせていただいた時のも昨日の感じで、なんか先月したイベントとかがもう本当にもうそんなに過ぎたっけってぐらい、なんか毎日が充実してたので、ジュースおっすさら、うん、楽しいよなんか嘘みたいな。人生で歴史に残るんじゃないかというぐらい私の中でとても大きいライブでした。あの過去一このライブ、うん、自分の生誕祭とか、うん、何よりも緊張していて、うん、でも今のところすごいみんなと楽しくできているのでいいなと思います。君の自分の中でも絶対にいい一日にしたいっていう思いがあったので、何事も挑戦という感じで毎日毎週のようにイベントを今はさせていただいているので、なんか一つ一つのライブで自分がしたいこととか、失敗しても成功しても挑戦しなきゃ始まらないので、やってみたいなと思うことをちゃんと実行できるように。Yeah!
ちという曲を歌わせていただくんですけど、この曲を選んだ理由がですね、結構さっきタイムリーで MC で私がツンデレだという話をされたんですけど、なんか人にちょっと大好きとか言うのが苦手なところがありまして、曲を通してこう皆さんに伝えられたらなと思ったので、愛の形という曲を選びました。そして続いて2曲するんですけど、2曲目はマネキケチョさんの君はづらいという曲をさせていただきます。イエーイって言ってやったー。こちらは知ってる方が多いかなっていうのと、アイドルさんが好きだった時に、今も好きなんですけど、めっちゃ中学生の時にすごく聴いてて、いつか歌ってみたいなということで今回歌わせていただきます。みんなコールがわかるかなって、やっぱ皆さんプロなのでちょっと、コールのプロだと思ってるので、いっぱいいっぱい声を出してくれたらなと思います。その前にまずは愛の形を聞いてください。リムちゃんへ、19歳お誕生日おめでとう。ニーモに入って4年、この4年間本当によく頑張ってるね。ニーモに入るまでのリムは自分の意見を言わない子だったよね。それなのにこの1年は意見の食い違いでぶつかった年だったなぁと思いました。拗ねてはすぐに部屋に閉じこもるリムで、最初の頃は言いっぱなしの喧嘩みたいにもなって、閉じこもっては泣いていたのに、最近はちゃんとリムの方から仲直りもできるようになって、どっちが親なんだろうって思うほど大人になったなぁと感じることが多々あります。どんどん子供っぽくなっていくママと、どんどん大人になってくリムだけど、どんなにひっくり返ってもママはリムのママです。どんなに弱々しくなってもリムのことは守っていくし、世界中がリムの敵になってもママだけは味方でいてあげるから、安心してママの娘でいなさい。これからも全力でリムを応援してるからね。最後に、思いやりの心だけは絶対に忘れずに、たくさん笑ってたくさん泣いてたくさんの経験をしていってください。リムのことが大好きなママより。 PS、 リムが生まれてからずっと大ファンなパパからも愛を込めてハッピーバースデー。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は生誕祭に来てくれてありがとうございます。自分も含め体調を崩しやすい時期なのに、こうしてみんなに直接お祝いしてもらって幸せいっぱいです。嬉しいことにメンバー9人になってお手紙が長くなるので、早速いつもの感謝を一人一人に伝えさせてください。まずははるかちゃん。ずっと見るたびに思ってたんですけど、はるかちゃんの踊り方大好きです。ありがとうございます。あ、いえいえ日に日にダンスも歌も上手くなって顔も可愛くなっていくパルちゃんを同じグループで近くで見れるのが楽しみです。いつも楽しそうにダンスを覚えてくれてありがとう。るんちゃん。あれ最年長だけど、時々というか結構な確率で抜けてるし、すぐ泣いてるけど、やっぱり最年長なんだなってなる大人の一面で頼りにしています。リムが大好きで何冊分も筆記試験を書いてますが、リムが言ったちょっとした一言までも書いてるの恥ずかしいです。変わらずそのままのるんちゃんでいてね。エアリちゃん。嬉しい時や悲しい時、わからないところがあった時に全部がわかりやすく顔に出てるエアリちゃん。わからないんだろうなと思って見てたら、すぐに
リムちゃん、ここ教えてくださいって頼ってくれるのが可愛くて、いつも待ってしまいます。教え方下手だけど、これからもたくさん頼ってください。ゆいちゃん、リムと考え方とかいろいろ似てて不器用さんのゆいちゃん。ゆいちゃんは頑張りすぎて自分の限界にも気づかないで、すべて気合と負けず嫌いさでやりきろうとするので、ちょっと不安になります。そんなゆいちゃんが甘えてくれると潰したくなるほど可愛いので、ずるいです。大好きだよ、さくら子。大好きな睡眠も削るくらいいつも頑張ってるのに、リムちゃん偉いねってたくさん褒めてくれるさくら子ちゃんに何度も救われてきました。人生で初めてこんなに優しい人に出会ったよ。さくら子みたいな優しい人にリムはなりたいです。いつもありがとう、大好きだよ。リオンちゃん、リムを笑わす天才です。たまに真面目なお話もするけど、 99% はふざけ合ってるので、リオンちゃんといるとお腹も口角も痛いので勘弁してほしいです。リオンちゃんが言ってくれた、リムがリーダーのニーモが世界一好きって言葉でいつも頑張れてます。ありがとう。コミちゃん、リムが泣いた時いつも横にいてくれて、お家帰ってからも大丈夫って連絡してくれる優しいコミちゃんが大好きです。どんどん綺麗になっていくけど、変わらずに可愛いのに素で面白くて優しいコミちゃんでいてください。いつもありがとう、大好きだよ。あきらちゃん、恥ずかしくて言ってませんが、去年のお誕生日にあきらちゃんがくれた手書きの本や瓶のカプセル、落ち込んだ時に毎回見て元気づけられてます。あきらちゃんがいないとダメだし、あきらちゃんもリムがいないとダメくらいのポジティブさで生きてるので、これからも支え合っていこうね。いつもありがとう。そして運営さん、話す時間があまりないので、時々電話をすると気づいたら何時間も経ってますね。 P ちゃんは楽曲はもちろんワードセンスも天才なので、 P ちゃんの言葉で何度も笑ったし何度も泣きました。これからも天才的な才能でリムを成長させてください。いつもありがとうございます。家族のみんな、うるさいくらいみんなが明るくて賑やかで、会う人みんなリムの家族も好きって言ってもらえるのが嬉しいです。その大きくて強くて明るい応援のおかげで今のリムがいるので、感謝の気持ちでいっぱいです。いつも支えてくれてありがとう。最後に青組さん、ライブが一番大好きで楽しいのは、声出しができない時でも一生懸命楽しんでくれたり、優しい顔で見てくれたり、ニーモのステージや楽曲を好きと言ってくれたり、ステージに聞こえる青組さんの声でいつももっともっと楽しくなります。こんなリーダーですが、これからもニーモへの愛と青組さんへの愛で突き進んでいくので、応援よろしくお願いします。改めて本日はこのような素敵な生誕祭を開いてくださり、本当にありがとうございました。ニーモリムより。